皆さん、こんばん、こんにちは、ティンであメイクルバキです。阪神大学、巨人との伝統の一戦をいきなり7連敗かよ、開幕。本当に開幕7連敗はもう、またしても史上初の記録。もう、抜けられない状況です。私じゃなくて、中野拓夢さんが、あの、ファンブルとなってしまいましてね、守備のミスで結局、矢野さんに、もう、ぼやいていきましたよ。ぼやいてばっかりで、はい。本当にね、はい。藤波もな、ノックアウト、はい。中澄見踏ん張りましたけど、 奇儀式も、まあ、転向したもの、先発から言うふうに転向したものの、うん、止められなかったね。大田大制、初失点、二失点してしまったもののセ,セーブ、5セーブ目ですね。はい。エース、菅野はこれで2年にせよですね。はい。確かに、えー、守備も変わりますしね。いろいろと、はい。一方、パリングも確かにコーナー要請と、あとは風呂桃の違和感、山川も含めて、 土曜日出ていて会が多いですね。はい、以上です。バイバイ。